はい、皆さんこんにちは。コトルの経験チャンネルへようこそ。今回の動画は前回まででお伝えした1週間の隔離車中泊生活であってよかったもの4選を動画にしようと思います。今回は冬に準備した方がいいものです。軽キャンを購入検討中の方や車中泊に興味のある方はぜひ参考にしてみてくださいね。まだ隔離車中泊生活全8話をご覧になられていない方はそちらもぜひ見てみてくださいね。それでは早速行ってみよう。まず一つ目はこちら、ダイソーさんで買ったアルミテーブルです。こちらのアルミテーブルはコンパクトに収納ができ、狭い軽キャン内でちょっと物を置くスペースを作ったり、お座敷スタイル時のテーブルにも重宝します。もちろんキャンプでも同様にあると便利な商品です。ダイソーさんの商品にこだわる必要はないとは思いますが、こちらは高さも2段階の調節ができるので、それも使う側のちょっと足りないを補ってくれます。ワークマンなどでは1000円を切るアルミテーブルもあるようですので、いろいろと比較してご自分に合ったアルミテーブルをチョイスされるといいと思います。驚くほど高いものではないので、ガシガシ使えるところもいいところですね。 OK。 続きまして、2つ目はこちらのポータブル電源です。このポータブル電源があれば、その電源に合った家電を使うことができます。僕はこちらのトーコパワーさんのアドバンス650を使用していますが、この子のスペックを知りたいという方は過去に動画にしていますので、そちらをご覧ください。ポータブル電源があれば調理もできますし、寒さをしのぐこともできますので、あって損のない商品です。このポータブル電源につきましても、このトーゴパワーさんの商品をおすすめしているわけではありません。なぜならポータブル電源は高いんです。この子も楽天のセールでソーラーパネルとセットで購入しましたが、6万円台でした。ポータブル電源はピンキリで機能にも差がありますので、よく検討し購入されることをお勧めいたします。個人的な感想を言いますと、充電しながら給電ができるパススルー充電機能はあった方がいいです。それと車のエンジンが始動している時にシガーソケットから充電できるコードが最初から同梱されている商品を選んだ方がいいと思います。僕は1週間の車中泊生活を経験した中では、この子の容量で十分対応することができましたが、家族で使うには少し物足りないと思っています。僕がポータブル電源を購入する際に参考にしたチャンネルを概要欄に貼っておきますので、そちらも参考にしてみてくださいね。どんどん行きましょう。3つ目はこちらの電気毛布です。これは文字通り電気で温めてくれる毛布です。先ほどご紹介したポータブル電源とセットで使用します。今回の隔離車中泊生活は北海道の1月ということもあり、車内も氷点下になるなどとても寒かったのですが、この電気毛布のおかげでなんとかやり遂げることができました。この子がいなければきっとリタイアしていたと思います。それほど今回の車中泊生活は寒かったんです。北海道ではなくとも冬はどこでも寒いはずですので、1枚は持っておいた方がいい装備です。価格は5000円前後といったところだと思います。購入するときに見ておきたい点は、1つはサイズ、ご自身に合ったサイズを選びましょう。もう1つは電気毛布が使用する電力です。使用電力が低いものでも温まります。僕は 40W のものを購入しましたが、それくらいで十分だと思います。
ブランケット代わりにもしていました。さあラストです。ラストはこちらのポータブル冷蔵庫です。こちらのポータブル冷蔵庫は AC 電源でも DC 電源でも使用できる商品となっており、僕は楽天で 12,900 円で購入しました。このポータブル冷蔵庫を購入して良かった点は、食材や水を凍らせないことです。隔離車中泊生活動画でもお伝えした通り、今回の車中泊では車内に置いていた水が凍りました。そこでこのポータブル冷蔵庫に入れ、温度設定をしてあげることで凍結を防いだのです。食材や水の温度管理をするためにこの子は大活躍してくれたのでランクインですね。僕はこの9リットルという容量を選びましたが、軽キャンで使用するサイズとしてはいいと思いますが、家族で使用すると考えるともっと容量の大きいものを購入した方がいいと思います。はい、それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。アルミテーブルは安価なものが多いですが、その分ガタつきがあるものもあるようですので、そこは運だと割り切るのか、しっかりとしたブランドを選ぶのかはあなた次第です。ポータブル電源は高価なのでそうはいきませんので、こちらはしっかり検討してみてくださいね。電気毛布はネットでも購入できますが、ドンキなどに安く売っていますので、そちらも確認してみましょう。ポータブル冷蔵庫は AC 電源、DC 電源どちらでも対応できる商品を選ぶと、車中泊以外でも活躍してくれる場面が出てくると思いますので、検討材料に加えてみてくださいね。それでは最後に番外編として、今回の車中泊生活で軽キャンにあって良かった装備を一つご紹介して終わりにしたいと思います。今回の車中泊生活で軽キャンにあって良かった装備はこちらです。そう、この車外にある収納庫です。僕はここをゴミ収納に使用していましたが、コンビニ袋3つ分ぐらいは入ったのでそこが良かったです。匂いの出るゴミは車内には置きたくないですよね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。次回は今回の車中泊生活で使えなかったもの4選をお伝えしたいと思っています。